ウアディスワフ・シュピルマン、ウアディスワフ・シュピルマンは、ユダヤ系ポーランド人のピアニスト、作曲家。長男のクリストファー・ W.A. スピルマンは、日本近代右翼思想の研究者で、九州産業大学教授である。幼少時からフランツリストの弟子であったヨセフ・ミスドビッチ、とアレクサンデル・ミハロフスキにピアノを学んでいる。ワルシャワのショパン音楽院でピアノを学び、20歳から、 ベルリン音楽大学で、レオニード・クロイツァーとアルトゥール・シュ。しかし、1933年、ヒトラーが政権を掌握したことにより2年で、ポーランドへ帰国。ワルシャワで、ポーランド放送のピアニストとして、音楽家活動を始める。この時代、シュピルマンはクラシック音楽の演奏活動のほか、数、中でも彼が作曲し、カジミエ・シュビンクラーが作詞した明るいジャズ調の歌謡曲。 ワルシャワの赤いバスがよく知られている。1939年にヒトラーのポーランド侵攻により第二次世界大戦が勃発。ドイツ占領下のポーランドでナチスドイツによるユダヤ人への大量虐殺を目の当たりにする。家族全員が絶滅収容所送りとなり、ワルシャワ放棄後の廃墟を逃亡する中をドイツ軍の将校、ビルム・ホーゼンフェルト大尉によって命を救われた。 戦後はポーランド放送へ復職。1946年に戦時中の体験をまとめたある都市の詩を出版し、2002年、2000年に脳一血で入院中に死去。ワルシャワにあるシュピルマンの墓世界中で2000回以上の演奏活動を行うとともに、戦前から戦後にかけて数多くの映画音楽、還元楽作品、大衆歌、ポピュラー音楽を作曲して、 ポーランドの大衆音楽史にその名を残した。作曲は一部、フランス・シュレーカーに学んだとも言われている。1972年までに、幼児、児童向けの愛称歌や、ポップスも含めて、約500曲を作曲した。1961年には、オーガナイザーの一人として、ポップスの祭典、ソポト国際音楽フェスティバルを初開催した。1963年に結成した、 ジャズポップス、クラシックなど幅広いジャンルを扱うワルシャワピアノクインテットの初代メンバーの一人としては1986年まで国内外で精力的に演奏活動をした。